チームのことなんですけど、どうなってるんですって言ってはえ何って言われてそこで、あっ、テラさんあ、これダメだどんどんレッツでは出たの試合はいどれくらい出たナビスコと合わせて20回のかな何人いたんだっけ僕は4年半ですで4年目のドイツ人のフィンケ監督はいはいはいの時に結構出させてもらって、うん、で若いの下打ちってねそうですね、はい、それこそ当時あの原口元気とか、うんまあ、高卒2年目だったんですけどあの開幕スタメンで出るような年やりだったのかな確かちょうどレッツの、まあ、変換期というか、はい、また怪我人とか多かったんですよものすごくあナビスコとかリーグ戦でもギリギリ18いるかいないかぐらいだったって、はい、だったので、じゃあ出ろよみたいな感じで出させてもらって、いや、リードではあんまり出ないんだ、ウルフアーズの時は。親善試合だけですね、うん記憶なんのは。昔やってたよくあの埼玉シティカップ、バルサとかバイエルンとか来たよ、ね、来ましたね、マンチェスターとかね。来ましたね。のバイエルンの後半だけ出させてもらって、すごく楽しかったって思いましたね。やっぱり1年目、2年目で出てくるやつって、やっぱすごい、まあ3年ぐらいしか見てくれないしな、まあ、今その辺のね、入れ替わりも当然早くなってるし、エリッツなどどこ行ったの途中に行っちゃないでしょ。5年目の夏のタイミングで、今でいう、ザスパ草津軍馬。おそこで、まあ、ザスパ草津だったんですけど、そこで半年間、はい、行きました。その時ももう、移籍しろみたいな感じだったので、なんでクラブがクラブがというか、ピンケさんがというか、言われたんですけど、今でも覚えてるんですけど、僕、5年目の夏に、多分ワールドカップかな、のタイミングかなんかで、チーム、あの中断期間があって、夏にオーストリアに行ってたね、はい、ドイツワールドカップ前だ、はい、そうです、うん、行くって言ってて、でチーム全員行くと、うん、スタッフ含めて全員行くってなったんですけど、うん、吉田は居残りだからみたいなで当時、まあ、怪我明けっていうのもあったんですけど、うん、まあ行っても試合もできないし、まあ、リハビリしっかりすればみたいなして、まあ、帰ってきた時に、まあ、合流できたらいいかなみたいな。でそれと同時にこう、なんかね、いいチームがあれば、行ってもいいよみたいな感じだったので、うん、それ大丈夫だった、山地さん。いや、柱谷浩一さんが、柱谷さん、柱谷さん、はい、その柱谷さんがそう言ってくれて、うん、で俺もオーストリア行ってる間、そのいろんなチームとコンタクト取るから、うんまあ、オーストリアにいるけど、全然連絡するから、とりあえず2週間ですけど、2週間、もうきっちりリハビリ頑張れよ。で、もう一人選手残されたんですけど、それが今、沖縄エスパーの高原さんとかね、が残されて、あと野崎さん、はい、3人で、トレーナーのね、の3人で2週間、ずっと一緒に。だから何で言ってないの、まあ、当時のそのフィンケさんとめちゃめちゃ仲が、そうだね、よくうまくいってなかったですね。で、まあで、結局同じタイミングで高原さんはその時スオンですね、韓国のスオンに移籍しましたし、うん、いやもうあの時の高もそうだけど松崎とかさ、はい、ああそうですね、うん、まあでもあれは別にフィンケさんも悪いわけじゃないし彼らも悪いわけじゃないし、まあクラブが悪かったね。そうですかね、はい、クラブが悪い、藤口さんが社長がその時か、はい、じゃあもう完全にちょっと戦略外だなって自分で感じたわけ。はい、もう、うん、そういう言い方だったし、でまた橋谷さんがそのオーストリア行ってる間にチーム探すかなって言ってくださってたんですけど、僕それにこう甘えてたというか今思いますけど、もうとりあえず自分はリハビリにずっと集中してて、自分からこうその時当時代理人もついてなかったし、はい、動いてなかったんですよ。で普通ですよそれが普通じゃないですか。でチームが帰ってくるぐらいの1週間ちょっとぐらい
連絡なかったんですね。でちょっと不安になってきちゃって、で自分からオーストリアにいる橋田谷さんに電話させていただいたんですけど、そしたら、あ、もしもし、よし、どうした、あのチームのことなんですけど、どうなってますって言ったら、え、何って言われて、眼中ないんだ。もう、まあ、もちろんそうですよ、今思えば。そんな日本に残した選手のことなんか頭入ってないですもん。もちろん後半戦に向けて合宿してるわけですから。でそこでハッて目が覚めて、あ、これダメだと思って、確かにこいつダメだと。いやー、それは分かんないですけど、それは分かんないですよ、俺じゃないですよ。だけどもう自分でやらなきゃなっていうのは思って、でその知り合いの方に代理も紹介していただいて、話もつけていただいて、チームが帰ってきてすぐに栃木 SC を当時の明治時代したんですね。でそこにその群馬の GM の方がいらっしゃるから、うん、頑張るよしやって言われて、でその試合、まあ、怪我明けだったんですけど、最初スタートから出て後半途中まで出て、でそこで見てたその当時の教育長さんが OK 出してくださって、でそのまますぐ群馬に移籍っていう運びになったんですけど、でそれが23か4年目22ですかね、分かんないよね、22歳でさ、はい、チームがやってくれよとは言いたいけど、なかなかチームもね、本当でもその経験あったから、もうフロントの言うことは信じねえみたいな。いや、そうじゃなくて結局あの個人事業主じゃないですか、サッカー選手って。だからまあ本当個人でやるしかないんだなっていうのはちょっと思いましたね、その時。まあ代理人を雇う雇わないっていうのもね、まあ、個人で選ぶわけだからね、はい。じゃあまあ当時はザスパーはまだ草津屋さんもう下に降りてた、もう B チーム、あのセカンドチームと分かれてた感じですか。もうあれですね、前橋でずっと練習してて。草津は行ったことある？あります。標高高いとこね、めちゃめちゃ高いし、あそこでやれば勝てるって言ってたからね。あそこにスタジアムを作るべきだって昔言ってたけど、なんかもともと草津町で立ち上げたチームだった。そうそうそう、だからできたばっかで、俺も辞めてたから、はい、取材とか行ったの。あ、植木さんの監督で、あ、鳥塚って、はい、俺同期生なんだから、中井翔太の、はい、で取材に行って、温泉入って帰んなーなんつって、草津の温泉って、はい、釣り傷はこの温泉、なんか捻挫したらこの温泉みたいな。え、そんなんあるんですか。あるんだって。全然知らなかった。すぐ治るっつって。へー、帰ってきて俺次の日ランニングしたら胃を臭かったもん。汗かほんとそう、あ、やっぱそういうもんなんだなと思って。たまにとか一回だけ合宿しに行きましたよ、草津に。群馬に行って、ああなるほどね、ザスパに移籍して前橋で練習してたんですけど、ザスパのチャレンジチームあるからそこのとこ行って、まあ、合宿するぞみたいな。うん、涼しいしな、はい、間違いなくっていうのがあったし、で今では多分違うと思うんですけど、違うというか確実に違うんですけど、当時僕、群馬と前橋で練習してて、で、まあ、点々とこう練習場がこう変わるみたいな感じでだったんですね。で、一番こうすごいなと思ったのが、結構その時はショックだったんですけど、みんなでその寮に集まるんですね、車で。集まって、でマイクロバス1台にこうみんなに乗って、そこから埼玉の熊谷の陸上競技場まで行くんですよ。結構あるでしょ。めちゃめちゃ遠いです。1時間半ぐらいかかるんですよ。うんうん、でそこまで行って、であの熊谷の陸上競技場のサブグラウンドのすっごい綺麗な天然芝でバーってサッカーやって、で、あ、じゃあ帰るぞってまた乗って、1時間半かけてその寮に戻って、じゃあまた明日みたいな。それが月1ぐらいであったのかな。だけど僕、まあ、結構人見知りだったので、みんなとこう喋れなかったんです最初。うまくで、そのバスはもう1時間半ずっと同じ移動なので、でそこでみんなでこうボンバーマンをやって何回もやってで馴染めたっていうのはすごく覚えてますね。でそのまた1時間半かけてそのみんなで移動するっていうのが結構高校生だよな。高校生ね、どっかの高校サッカーみたいな感じで、もうすごい今考えると楽しかったなと思って。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。